ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年、2月の25日土曜日です。今秋高田市の高田町の池の内の NPO 百貨クラブが管理している里山から帰ってきたとこです。今向こうでですね、朝10時に、オープニングファイヤーをやりました。オープニングファイヤー名付けて希望のファイヤーと今やって帰ってきたところです。この後ですね、その現地の動画を撮っていますので見ていただこうと思います。またあとごきげんよう。はい、ファイヤーが組んであります。これ10時にオープンファイヤー、希望のファイヤーが点火されます。今準備がいろいろ進んでおります。10時から始まるまで山の方の準備も進んでいるようですね。山から下からですね、いろいろ準備が。これは椎茸、今日は椎茸の菌を植えるそうです。これはファイヤー。駐車場も今日は広いですからね。昨年は雪が降って積もっておりましたけど、今年はいい天気になりましたね。コロナも秋高田市は3人、三好は1人という、もうコロナが一気に出てきました。広島県全体でも150人が来るぐらいになっております。こういうのができます。こんな感じでファイヤーですね。私の鍵や私の鍵を打ってますね。はい、こんな感じです。だんだんと準備が進んでおりますね。じゃあどんどん準備が進んでおります。はい、ファイヤー組んでおります。これが10時に点火されます。希望のファイヤーが点火されます。はい、向こうも準備が進んでおりますね。はい、3分前ですよ。もう2分しかなってないけど、2分しかなってないけど、3分すごい、いろんなことを申し取ってですね、晴れ女とかね、そうそう、晴れ女晴れ女みんな心配したんだから、たぶんさ、無理よ、私も日曜日になるかと思って、いや、無理だこれ、やるよ、あと2分前。え、じいちゃん、雲できる、雲来たら、雲がないけど、え、だって毎回さ、去年と比べましてね、去年実は今日記録見てきましたけど、雪でね、去年の25日の雪に溶けて、これ準備したのはね、よく残ってます。今日は最高にです。拍手、天に拍手です。希望のファイヤーと言いたいと思ってます。今日はですね、まあ、学校ではなかなか見つけられない、体験できないことを、まあ、やるわけです。で、いいことはね、いろいろ考えたんですが、3つぐらいありますね。1つはね、とにかく遊んで遊んで遊びまくれる、誰も怒らない、これがいいですね。1つはね、2つ目はね、楽しく楽しく、そして楽しくやることができる。そして3つ目、これが大切です。3つ目、これはそれにプラス学ぶことができるイベントです。じゃあ何が学べるか、いっ
ぱいまだいます。先生がずらりおられますからね、いっぱいまだいますが、まあ一つまとめて一つにして言うと何か、何だと思いますか。これは人間が生きる力、この力を学べるのがこのイベントの最高のいいところだと私は思います。どうですか。いいんじゃないですかね。そうだそうだ。そしてファイヤーをやるには順序段取りが実はあって、その段取りの中で説明します。まず私が最初にですね、ファイヤーと言います。それで皆さんがファイヤーと答える。ファイヤーファイヤーファイヤー、はい、3回やります。ちょっとリハーサルでちょっとやってますね。小さい声ですよね。ファイヤー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 。本番バッと今の5倍出してくださいよ。そうよね。今リハーサルです。そしてそれが終わったらですね、向こう注目、向こう今あそこにですね展開するクルス君がおります。おーおー、クルス君、クルス君、自分の名前を大きく言って。いやだって言いたい。もうすごいね、今の子供がね。でも今からは表現する力がないと生きていけないぞ。ギャッと前に立つしかない。ダメだ。それじゃあ名前を名前クルスか。はい、C。 はい、分かった分かった分かった。それも彼の体験です。言えなかった体験、次は言えるという、このまま言えるという、だからいいんです、という体験するとね。じゃあ点火しますから火をつけますよ。はい、こっから本番ですよ。誰か言って。お火はね、遊び半分でやると焼けとします。全部自己責任です。親が主導しても子供聞かない今みたいな。でも火がつくとね、自分で分かる。危なかった。それは嫌だ。どうぞ入って。これで拍手で迎えましょう。すごい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 。ずっと一回出てます。え、すごい。待って待って、なんか怖いですよ。ないですよ。ここからが大事です。はい、向こうに向かって、はい、上げて。この聖なる日を、この聖なる日を、ここに集う、ここに集う仲間たちに、仲間たちに捧げます、捧げます。喧嘩もどこどこ、はい、はい、クルス君でした。ありがとう。クリスじゃない、クリス、クリス。大きく言ってみんなに、はい、わしはクリスだ。クリスはい、ポケット。本当はここでみんなで歌ったりするんだけど、今日はまあこっちで歌えないので、私が勝っています。燃やせ燃やせ心、燃やせ燃やせ。最後の決め言葉を今から言いますから、私が希望のと聞きますから、ちょっと私がやった時に皆さん全員でファイヤーと言ってこのイベントがスタートします。まだもうちょっと向いたらできますよ。いいですか。燃やせ燃やせ心を燃やせ火を燃やせ。
さあ、その合言葉をお願いしますよ。行きますよ。希望のファイヤーファイヤーあんなおいもとい、もっと声出して、これ開いた時にこのイベントが、おい、こっちこっち、いくぞ、はい、希望のファイヤーファイヤー、はい、イベントのスタートでーす、スタートでーす、さっきの場合やばいやん、スタートあれあれ、ファイヤーよ、ファイヤーよ、掛け合いはやりたかった、やりたかった、やりたかった、あとナイスハンダーナイスハンダー、ユカさん入ってくださいよ、ユカさん、ファイヤーいかがでしたでしょうか。本当実はね、みんなで本当はファイヤーとかファイヤーとかですね、燃やせ燃やせ心を燃やせ火を燃やせ、普通火は燃えろよ燃えろというのをやるんですが、そうじゃなくて自分の心を燃やせというのをね、みんな一緒に歌ってね、どんどんこのファイヤーの中にこう集中していくの普通はやるんですがね、さすが今コロナですね、本当は屋外だからいいなという意見もあり、いやもうちょっと控えとける意見があれば、いろいろ難しいんで、まあコロナが今下火になりましたが、もっと下火になればね、屋外ならガーッとみんなで声を張り上げてね、本当心を開いて自分の希望のものをつかみたいと思うんですよね。まあ今回はそんな形でちょっと抑えめ、に、まあ、やってみました。そんな感じで、今回のイベントのオープニングをやらせていただきました。できたらですね、本当に人間の生きる力をですね、つけてほしいなと思いますが、ここでは体験できないようなものがこのイベントにはたくさん本当ありますのでね、ぜひこのイベントの中でですね、子供に生きる力つける絶好のイベントだと思っております。今回第5回だそうですがね、そのうちに今回で3回ぐらい関わったかな、まあそんな形でますますこのイベントも広がりを持っております。そして本当にコロナを気にせずにのびのびと遊んで遊んで楽しく楽しく、そして生きる力を学ぶイベントにしたいと思います。 NPO 人百貨クラブの協賛でやっております。また国を